なんですそれを。気にするなって。用心棒を雇うにしても調べとかないといけないわけよ。これからよろしくな、調べ。名前で呼ぶな、鬱陶しい。じゃあベッチーって呼ぶわ。お前、いい加減に。頭が、俺はあいつを。立ち止まってんな、邪魔だから行け。どうした？私が捕まって困る人間なんかいない。お前がたった一日一生自分の身を犠牲にする度胸もない一時の感情で言ってるんだろ。そんな同情なら私はいらない。自分が何言ってんのか分かってんのかよ。逃亡犯なんかかくまったらどうなるか。
俺なのに、どうして。人よしのバカばっかりだ、この町は。またサイレンの音。今日は多いです。何かあったのでしょうか。店の鍵は閉まっていますが、チェーンもかけておきましょう。念のために。物音？どなたかいらっしゃったのですか？誰もいません。あ、傘がなくなって。で、
どうやってここからカメラを避けていくつもりだ。考えてないのかよ。カメラの前何度も往復してたら明らかに不審者だろ。お前、ハッカーか？なるほどな。どうしてお前が警察の協力者か謎だったけど、やっとわかった。安心しろ。言う相手もいない。お前が自分を投げ打ってハッキングするなら止めないけど、いいのか？この街で、このタイミングで、そんなことできる人間がお前一人だってのは、警察ならわかるんじゃないのか？バカなのか。なんだこいつ。見つかったのか。こいつが私の居場所を知って、こいつ何かを持ってるぞ。これエルがいつも持ち歩いてるのじゃないか。あるようなビニール傘だから本人のかはわからないが、いつも刺してるよな。何の話？
開閉するのがついてる。何言ってんだ？これ、カス、ここ、ねじれそうだな。おい、ケーブルみたいなのが出てきた。私は何もしてないぞ。デバイスとか携帯充電器のか？業務用アンドロイドの腕とかにつけるアタッチメントみたいなものか。使えるけど、私の腕、駆動義手だから。なんで急に敬語？これを腕につなげばいいのか？あんまり見るな。嫌なんだ。取り付けたぞ。でもエラーが出てる。料理してる時とは別人みたいだ。本来の私だ。危険人物扱いは慣れてるよ。はあ？あんな大立ち回り見て喜ぶなんてガキか？バカ。小さく音鳴ってるけど、何か変わったのか？この猫が。なんでそんな代物を。へえ、確かに便利な代物だな。こんな晴れた夜に刺してるのは不審だけど。っていうか、まさか、
相合い傘するのか。みたいなこと。絶対嫌だからな、お前とイチャイチャなんて。連中にも見つからなかったけど、白い目で見られた。おい、どういう意味だ？別に、私のアパートより広い。両親を亡くして、孤児になってからは、求めるなって言われて育ったから、落ち着かないんだ。部屋がやたら広かったり、家具をいろいろ置いたり、そういうの見ると、昔を思い出すから。いや、路地裏まで逃げる途中で壊して捨てた。個人でやってないだろうな。どうだか。何を？それより、シャワー借りていいか？派手にやり合ったからな。全身粉っぽくて気持ち悪いんだ。それとも犯罪者に使われるのは嫌って口か。考えさせてくれ。お前に話していいか。わかった。タオル借りるぞ。
でしょ。エルサ、ご同行。もしもし、ソウちゃん、ちゃんとお家帰れた？私は本部に戻って。そうそう、よろしくね。あ、それともう一つ話しておかなきゃいけないことがあるんだけど、上層部からの命令でエルちゃんの身柄を署で預かることになったわ。してなくても彼女がサツキ調べと懇意にしていた事実は隠せないのよ。それに彼女身元不明じゃない？名目上は不法滞在の調査ということで拘置所に置かれるわ。本当は伝えない方が良かったのかもしれないけど、ごめんね。これがせめてもの誠意。何かあったらいつでも連絡ちょうだいね。じゃ、また。なあ、そう。ちゃんと見ろ、私の体。お前、アンドロイドが苦手だろ。さっき通話してた刑事、もう一度聞く。本気でかくまうつもりか、私を。